皆さんこんにちは、タドルです。今回はですね、開脚を180度生かす方法を紹介しようと思います。開脚なんですけども、結構 YouTube 見てもね載ってますが、意外と180度行ってない人がね意外と多いです。実はまあ160度とかね、だから大体まあこんなですよ、こんぐらい横から向くと、まあこれくらいかな、これくらいでこうやってやってるみたいな。意外と足の角度がねしっかり広がってない人が意外と多かったりします。で、大体足の角度がもう160度、まあ150度ぐらいかな、まあ、150度ぐらいの人っていうのは、もうそっから体は前に倒れるんですが、こういうふうに前に倒れるんですが、なかなかねそれ以上はいかないです。例えば誰かに足を引っ張ってもらって、後ろにこういう風に広げてもらったとしても、反対の足が縮まっちゃうんで、だいたいもう105、60度ぐらいからは、このやり方ではね、まず広がりません。これでこうやって、体を前に倒せれたとしても、こっから足は180まで出ていかないです。じゃあどうやったら行くのかっていうのは、こうではなくって、もう体をやっぱり起こさないといけません。ここから、まあ例えばこういう風に、まあここをね少し開けてますけど、こういう風に足の内側が床につくようにしてストレッチをしなければ、180度、このように。180度というのはなかなかいきません。だいたいまあこれぐらい。150ぐらい。なのでこっから、もっと行くには、広がるところまで行った状態から、手を下について、体を持ち上げてですね、広げるのは痛いと思うんで、上半身に体重を乗して、ここからお尻をぐっぐっと動かしながら、ちょっと後ろから見てもらったら、こういう感じで、ここからはお尻をぐっぐっと動かしてですね、広げていきます。今ので慣れてくると、手に乗してる体重、上半身に乗してる体重をできるだけ足に体重乗せて動かしてですね、しっかり股関節が床につくようにストレッチをしていきます。するとね、こういう感じで足が広がりますんで、でこの時にできればももが硬くなってないのをチェックしてください。柔らかい方がいいです。柔らかくさして、足もできるだけ足首も前に動かせれるように、こういう感じで力を抜いてやってみてください。はい、お疲れでした。今みたいにですね、もう150、60度ぐらいまでは足が広がるよっていう方は、そっから上半身を前に倒したとしても足がもうそれ以上広がりませんので、今みたいに体を前に倒すんじゃなくって、手を下についてお尻を持ち上げてから下にストレッチをねするようにしてみてください。前ではなく下にストレッチ、足を広げて下にストレッチをしながら足を広げていくとですね、徐々に180度になれます。ぜひ頑張ってみてください。